はい、こんにちは。池袋タップダンススタジオリズムスピーカーインストラクターの池です。この挨拶久しぶりだな今日は雨に歌えばの、振り付けの説明を、していきます。この間、ワンコーラスで雨に歌えばの、ね、簡単なコンビネーションステップの組み合わせを、動画で配信したのですが、その解説動画になります。テンポ自体は結構ゆっくりな振りなんですけど、3連符をよく使ってて、そこのコントロールが難しくなってますね。でまず1番のステップがフラ、ヒー、フラ、ヒー、シャッフル。このフラップヒール、フラップヒール、シャッフルを1、2、3、4、1、2、3、4、1、1まで使います。でそしたら1N2 and the 3 and the 4。ここから3リップで裏から N2 and the 3 and the 4。こういうステップ踏みますね。で最後かかとはウィートアップます。ここも難しいのですが、まずステップが N1 N2 and the 3 and the 4というステップ踏みます。ステップディグ、ステップピックアップ、ステップこれステップ踏むんですけど、体の使い方ですね。まず最初右側向いてますので、ハーフが上がったらステップを後ろに向いてディグをクロスさせます。こういう感じに、ね、足をクロスするんですけど、次の3つ目のステップでこっちに動きます。ワン、エンツー、エン。ここは結構早いですね。でエンツー、エンバー、あとはこっち向いておしまいです。これを全部組み合わせて1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、これで体が横に向きます。で逆も同じですね。ウラ、ヒ、ウラ、ヒ、シャホ、パパパパパパ。このこういうこの向き覚えるとこのステップは割と簡単にできるんですけど、まあ置いて置く、置いて1、2、3、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 
ですね。反対も終わりました。最後またかかとが浮いているので、今度は右の、あ、ごめんなさい、左ですね、左のつま先から3連符、全部3連符で1エンダー、2エンダー、3エンダー、4エンダー、5、2、6、7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 、
前僕が、基本ステップのステップクラス基本ステップの1で行った、スタンプピックステップとかかな、あのバウンスボールのイメージ、こうスタンプを押し込めるんじゃなくて、ね、跳ね返るようにして蹴るっていうことですね。はい、次3番です。で3番が、